入荷でやってて来ましたね。どなたですか。まあちょっと自己紹介してもらいましょうか。これね、椅子もあるし、もうテーブル買ったから何人来てもいいです。まあちょっと締め切るか。もう2人希望者いたから2人で締め切ろう。お邪魔します。あ、どうも。こんにちは。よろしくお願いします。えみたろちゃんね。えみたろちゃんです。誰だっけ？えみんとです。全然違います。若さも可愛さも違います。ここ座りな。はい。これごめんって知って、あ、ちょっと今配信中だった。これ捨てるとこありますか？会社情報見ないで。あ、はい。会社情報は見てないです。見てない？見てないです。こういう系は捨てて大丈夫ですか？うん。はい。ゴミ箱。何これ？水道とかでなんか町の頼りみたいな。なんでこんなの。こういうの来ます。結構どの地域もこんなの来るか。町のなんか始まったどうこうとか。嘘。はい。あとこれ水道の来るんだ。水道のこれ。これ絶対電話しちゃダメです。電話しちゃダメ。すごい高く取られるんで。高く取られるの？はい。タバコ買ってきてくれたの？あ、はい。タバコ私間違えちゃって。何？8ミリ買っちゃったんですよ。ダメだよそれ。ダメですよね。もう全部そういうの幸せマリオに来る。マリオ。はい。もうタバコ間違ってるから返品してクルーライト買ってきて。もうそうなっちゃうで。家の近くで買ってきちゃった。そこに行くんだよ。だから私吸えるんで私吸います。いやもう失敗すると全部マリオに行くで。ごめんなさい。マリオ返品して。クールライト買ってきて。何箱買ったの？2箱です。マリオの仕事増えるんだよ。ごめんなさい。でもこれそこも一緒に行ってきて。一緒に行ってきて。車乗って。はい。ちょっと荷物置かせてください。でマリオも欲しいならもう入荷するから。わかりました。うん。はい。タイトル変更しよう。マネ秘書が欲しい。リスナーさん秘書。で家のこととかいろいろやってくれる子が欲しい。だ佐藤さんがいいって言うけど佐藤さん反対するから。で春子はね千葉だしね既婚者でしょ。住めないからここに犬もいるし。何歳だから能力があればいい。なんでかっつったら俺もう一人で手に負えないんだよ。もういろいろお願いしたいことある。まあ住まなくてもいいけどもういつでも来れる。だから政治のマネージャーみたいな人、ああいう人が理想かな。事務的な。何箱いります？何箱いります？いやその2箱でいいっすよ。あ、はい。で俺とかマリオとかパルパルとかのレシートも全部整理しなきゃいけないから結構やることは多いんだよ。来るなんかダメだよ。もっとやめだし。どこ行かないと一緒に。トイレ行きました。あ、トイレ行った。はい。トイレで待ってない目の前。トイレ。そこで待ってないとダメだよ。妊婦さんじゃない？妊婦じゃないです。違う？はい。ただのデブです。ああ。はい。みんな失礼だよ本当。やめた方がいいよそんな。お腹出てるからって妊婦さんって失礼だよ女性に。ああファンタスティック。ああねえ俺にばっか。太郎くんありがとうございます。でも太郎もちょっとイギリスに飛びすぎだれ。太郎あかんでほんと。なんかあったらネタにされるで。手のひら返されるで気をつけた方がいいで。太郎初め結構なんか礼儀もなってるしとか思うっしょ。誰も思うんで初めは。で配信者は誰にもこびちゃダメ。男はねこびなくてやっていけるから。こびなきゃいけない配信者なんていないからふわっちに。ツイキャスはまあいると思うで大手の人にはね多少こびた方がいいんちゃう。他に飲み物とかっていりますか？一応気が利くね。ウーロン茶と麦茶。もしかしたら麦茶飲めなかったら気が利くじゃん。置いちゃっていいですか？麦茶飲めなかったかもしれないと思ってウーロン茶も買ってきたんですけど。混んでるよ。気が利くわ。掃除用具分かんなかったんで、トイレのシートとできる、あと拭き水拭きお掃除シート買ってきました。あとなぜか芳香剤も買ってきてくれた、はい、気が利くね。タバコ専用、うん、もうマリオなんか失敗したら全部マリオケツ拭かなあかんから、マリオ、うん、移動中にちょっと教えないと、はい、タバコのこともね、はい、うん、マリオの仕事増えるで。すいませんマリオさん。でミントちゃん、ゆっこちゃんがマリオ事件っていうのがあって、マリオとコラボしろっつったらね、マリオにお金借りたり、マリオにはなんつうのかな、マリオさんタイプじゃないとかね。俺とマリオの扱いが変わるんだけど、俺とマリオは対等だからね。そうですよね、うん、それちゃんと分かってね。あ、それははい、もちろんです。もうマリオをバカにしたら俺一気に嫌になっちゃうから、はい、それは絶対にありえないんで、うん、はい、それだけ言っとく。はい、大丈夫です。はい、じゃあ行ってきて。はい、うん、すいませんマリオさん、お願いします。なぜかね、マリオバカにされるんだよ。あ、はい。あとね、マリオの相手を探すっていうのもある。ちょっとマリオが去年ね、エッチを1回しかしてないんだよ。中嫁始まった。ちょっとどうしよう、配信もらおうかな。中嫁見に行かないと。どうしよう、中嫁見たい。今推しだから、どうしよう。中嫁始まっちゃった。そんなに、うん、推しなんだよ。だって推しいるのに配信してたら嫌じゃない？押されてる側からしたら。どう？推し活しないとね。ポンポンのイベント終わった？あ、猫ちゃんありやんす。ポンポンのイベント終わった？あれ結構応援したんだよ。2万円ぐらい課金したんだよ。まだ？ちょっとポンポン投げてあげて。ああ、メガホン200個あれやんす。ポンポンやってたらポンポン投げてあげて。あ、13位終わったってこと？ 2 万円もそれはね、毎月20万円ぐらい課金するんで。 DM しました。入居者希望者だね。もう締め切る？あと1人行く？ちょっと審査してみる？やっぱマネージャーやりたいんだね、俺の。楽だしな。まあ理想は遊びながら生きていきたいっていうのがあって、配信も、まあ、しんどいことも多いけど基本遊びじゃん。そういう人生過ごしたいんだよ。だから仲間ができたら一緒に遊びながらね。最近だったらマリオとジム行ったりしてるんだよ。それでも生活していけるんでそれに共感してくれる人がいいな。運転しながら運転手、助手席なら問題ないですね痩せたの？まあ食欲もあんまないっていうのもある。うん、いや痩せてイケメンつうか、ひげ剃ったりとかちゃんとしてるからじゃない？清潔にしてるからじゃないですか。週4ぐらいで行ってるよ。メガホンあれやんす。れいちゃんセンキュー。れいちゃん可愛かったよ。ツイッター腹見せろ。だからまあ太ってるけど引き締まってはきてるでしょ。どう？なんかただ腹出てるだけじゃなくない？なんかガタイが良くなってきてない？なんかね、こういう背筋のやつとかもやってるんだよ。だから今でも太ってるけど前に比べたら、うん、前知ってる人はね。豚バラ大根はダメでしょうか？ DM しました。まず LINE 送ったんで LINE くださいね。いいです？あれ送信されてません。あれなんかおかしなことになった。送信しました LINE のやつ。豚バラ大根で、髪型はこんな感じ、ちょっとおかしいけど、まあテンパだからね、うん、の伸ばしてる。で次はパリ病院じゃなくてちゃんとした病院で宿毛矯正しようかな。うん、中嫁喜んでるよ。うん、いい女だよ中嫁。不倫したいぐらいエロそうじゃんね。すごいエロそうだよね中嫁って。で多分モテヤンでしょ、眉毛の感じからしてモテヤンじゃん。もうふかしたいよね、ガンガンに単車乗ってるみたいにブオンブオンやりたいもん。強制しない方がテンパってわかるっしょ。俺ねちっちゃい頃からストレートに憧れがあって、別にテンパを利用した髪型でもいいじゃん。今までねそれがなんか可愛いって言われたことがあるんだよ。テンパがいい、逆にいいって言われたけど、俺はね憧れがあるんだよサラサラヘアに。うん、バイク乗れた？まあ俺みたいな元ヤンはバイクって言わないね、単車っていう。単車乗ってたよ普通に、まあ、転がしてたよね普通に、うん、株とか乗らないでしょ新聞配達のやつで、あれ株って。で株とかはギアを下げながら上げてくんだよね普通は上に上げるんで足でね、左のクラッチで。でも株は下に下げてくる単車乗れるからこういう知識もあるんだよ中面持ってたけどもう切れた、もう乗れない、うん、乗ってるとこ500ナイスアリアンスやったー。1時間40分、まあ悪くない。まあ長時間やれば1000ナイスはいくね。やっぱ変わらないね俺のナイスは、うん、まあ500人も味方いればねふわっちじゃ頼もしいですよ。ああ中嫁にナイスそういうパターンきた。まあそれはじゃあ自由で、うんつかもう海老蔵さんの独走体制が続いてて、もうナイス毎回取られるでどうすんの。もう海老蔵が強すぎてね。でそうさせたのって夢希なんだよ。で俺がサボるとかいう話じゃなくて夢希が勢いづけさせちゃったんだよ。なんで先月もう最後夢希がサボって、もう海老蔵いけるいけるみたいな流れで一気にアベレージが増えたね。うんで夢希が失速して海老蔵が一気に伸びた。であと秀ママの影響とかもあるね。つまんねえのにな。まあでも囲いはああいう配信が一番ストレスたまらないんじゃないね。ストレスはたまらないでしょ。面白いか面白くないか置いといてストレスがたまらない配信っていうのが珍しいじゃんふわっちは。ストレスたまる配信ばっかりでしょ最近どいつもこいつも。だからああいう配信がやっぱ強い、うん、見ててストレスたまらないもん、不快にならないから。やっぱ配信で見て楽しむもので見て疲れたりとかしたくないじゃん。うん不快なのはアンチだけで基本ね俺の配信もそんなストレスたまんないでしょみんな。ストレスそれは心がけてるよ最近。いや調子乗ってないですよ、うん、いいこと言うじゃん。ね分析力はあるから冷静にねちゃんと全体は見れるつもりだから別に雑談もまあ普通じゃん俺の配信って。だから俺がねちょっと外行ってなんか追っ始めたらマジで面白いと思う別に雑談でもそれなりの面白さは提供できるから、この俺がね何か追っ始めたらじゃあやりなよ、やるよ、うん、追っ始めるで、そのうち、うん、最近何もしないじゃん、だって他のやつがしてるからね、うん、他のやつらがわちゃわちゃしてるから俺が しなくてもいいじゃん誰妊娠させる？まだ知らないの？ねえ、最近俺がこれを持参してるのを、人ってやっぱ変わるよね。俺もねやっぱり2回犯罪っていうか、まあ過ちを犯して持参するように持ち歩くようになってます。学んでます。だこれも当たり前のことっつうか、ちっちゃなことだけど変わろうとしてるっていうのは多少は評価してほしい。過去にしたことはそれはね罪は消えないけど変わろうとしているから今日は顔見れた。ありがとうございます。ちゃんセンキュー。だってまあ今だから言うけど、前に子供欲しいって言われてたから普通にしてた。うん、だそれは運がいいのか悪いのか分かんないけど、うん、子供が欲しいって言われてたこんにちは、あやんす。いやなんかあの子はねなんか性格似てるし、なんかうまくいくんじゃないかなってその時は思ったんだよ。みんなどう思うかわかんないけどね、その頃はなんか似てるところがあって。いや妊娠はしてないよ、さすがに。生理来てたもん、その後別れた後も、うん、だからなんか暴露をするとかなんかそういうことじゃないんじゃない？親関係じゃない？まあ俺が聞いた中にあるのかもしれないけど、まあ何も言わないでおく。うんでもまあ配信者的な視点でいくと、イベント最終日から休んだじゃん。それの火消しをそれでしようとしてるんじゃないかなと思うよ。うん、その火消しをね。あ、マリオお疲れ。はいすいません、タバコ失礼します。いやいいですよ。コーラ飲めます？ん？コーラ飲みたかったんで。あ、本当ですか？ゼロと、うん、通常のですけど、いいですか？どっち？氷コーラ作ってくれる。氷コーラ、うん、はい。氷どのぐらい入れますか？ここ置いときますか？氷なみなみ。なみなみ。で紙コップ。紙コップ。でシンクのすぐ下の引き出しに紙コップある。電気つけていいですか？電気つけていいよ。はい。ここじゃない。ごめんなさい。間違えました。あ、洗い物が。洗い物はいいよ、置いといて。え、やりますよ。やれるの？え、洗い物できる。いや、娘育ててますから、洗い物しもできますよ。いや、もし触られたくないっていうので。お願いしていいのかな。いや、で、まあ、触らないですけど。洗い物。やってもらっていいのかな。ここ、あ、はい。じゃあ、お願いします。すいません、来て早々。あ、はい。で、それペペロンチーノ作った後だからね、はい、ちょっと張り付いてるから、はい、先にたわしみたいなやつで取ってからスポンジを使わないと、はい、そのスポンジがダメになっちゃうから、はい、お鍋やっちゃっていいんですか？金倒しで。うん、お鍋これか、はい。で、氷そうでしょ、くっついてるじゃん。それスポンジ使っちゃうとスポンジにくっついちゃうでしょ、焦げとかが。うん、で俺傷ついてでもスポンジを守りたいタイプ。うん、コーティング取れる。じゃあどうするの？わかるでしょ。水につけてるよ。うん。水につけてどのぐらいですか？いや、昨日からつけてる。あ、じゃあ落ちると思います。落ちる。じゃあスポンジチェックした時にスポンジに焦げとかが染みついてたら、それは問題出てくるで。はい。マリオがまた買いに行かないといけないスポンジ。あ、そうなんですね。そのスポンジはあと1週間は使いたいから。はい。わかりました。うん、あと1週間は持つイメージでやってくれないと、はい、スポンジの消費量が増えてくる。はい。うん、スポンジの消費量が増えると買いに行かなきゃいけない。はい。っていう話になってくるから。うん。で、俺がここまで言うのって、エミントちゃんゴミ屋敷なんだよ家が。うん。で綺麗に家をやってる人だったら任せるんだけど、エミントちゃんゴミ屋敷だから。あ、洗い物とかはしますちゃんと。洗い物する？あ、します。ご飯も作ります。ご飯作れるの？作れます。多少なら。ありがとう。すいません。ちょっと氷飛び出しちゃった。ありがとう、ね。置いときますね。うん、違うエミントちゃん。はい。今ここに来たじゃん。はい。ついでにこういうのを持ってっちゃう。あ、そっか。そうそう。これもいいですか？うん。一往復無駄になっちゃうから。はい。こういう時は。これを持っていくことによって、はい、ゴミの分別がわからないんですけど、マリオ、はい、もう全部マリオに行くで早く覚えないと、はい、うん、消化がすごい適当なのでゴミが、うん、もう全部マリオに行っちゃうよ負担が。マリオ分別だって。分別、はい。マリオも徹底的に教え込まないと、はい、行くたら覚えるので。俺マリオに何も言わないよね普段。はいはい、言わない。マリオはできるで。何もこんな口うるさく言ったことないでしょリスナーさん。普段言わないでしょ俺マリオに一切。マリオやれるんだもん。あ、じゃあペットボトルとか缶とかを開ければいいけど、はい、この中でじゃっていいですか。で、俺男に優しくて女に厳しいで。申し訳ないけど男には甘い。あ、はい。女の人一緒に仕事したことない。現場仕事とかトラック運転手で職場に女がいたことがない。でも CD ってこんなもんでしょ。コーラ飲んでください。あ、はい、うん、マリオさんも氷いります？あ、じゃあ、はい、はい。でマリオにあんま強制するのやめてあげて。マリオのペースがあるから。あ、はい、うん。マリオは俺が配信してるときは横でまったりしたいタイプだから。あ、そうなんですか、うん、じゃあコーラだけ。うん、すいません、失礼しました。で、こういう感じで俺が嫌われ役になって良さを伝えていかないとマジで帰れ帰れとかなるんだって。それはわかるでしょリスナーさん。優しいでしょ俺。なるべくヘイト向かないように調整してるんだね。これはねわかんないと思う素人じゃ。うん。ただ女にヘイト向けるのが俺じゃないからね。不快になる。俺からしたらせっかく来てくれた女の子に帰れ帰れいらないいらないっていうコメント欄で溢れる方が俺からしたら気分悪いんだよ。申し訳ないけど、いや言わないと分かんないからリスナーさんが。うん、昔からやってるから優しいよね俺って。うちのリスナーにしか分かってくれないんだよな、うん、やじ馬は分かんないんだよ。いじめみたいになるから。私なりにでしまっちゃって大丈夫ですか？そうそう、お前が帰れよぐらいのコメント欄がちょうどいいんだよ。うん、いじめになっちゃうから。みんな約束してね、いじめしないよ。うん。分かったみんな。普段ふわっちでね、あの女いじめてるやつ。俺の枠ではいじめは許さないから。俺のこと言って。いじめれるもんな、俺いじめてみろよ。女いじめひどいのがふわっちだからね。あ、メガホンありがとうございます。メガホンください。なぜ女に厳しいリスナーが多いのか。ふわっちが女が多いから。あ、すいません、マスク取ってもいいですか？うん、ふわっちはね女だらけだから。だから小獣とか湧くんだよ。女の子って女の子に厳しいんで。まだ入ってました。うん。だから若い子が特に叩かれるでしょ。若い子がね、例えば見てるであろう年配の女性に一言ね、気のあることとか言えればいいんだけど、そういうねできた若い子も少ないんだよ。女リスナーさんそうでしょ。ちょっと可愛げあったらさあ、なんかすごいのグレートアリアンスちょっと可愛げあるなと思うけど、可愛げないから余計いっちゃうんだよ。うん、ゆっこさんはねリスナーさんに対してはいいんだけど、言ってることが一転二転するから、そこが嫌われ始めたね。どんどん俺には01さんだけって言いながら、自枠だとあの人もいいな、この